今日はありがとうございました。ありがとうございました。しばるです。はい、まあ終わってから何を話そうかなと思ったんですけど、ちょっとね、今日話したことないようなこと話そうと思って、ごめんなさい、ちょっと時間かかるかもしれないけど、これお父さんにも話したことないです。ないことです。本当にほんまに話したことです。まあこれちょっと言おうと思ったんですけど、結構ね、世界平和とか結構あのことも言ってくれたけど、世界平和とか、目指してるのを応援してるよって言ってくれたんですけど、でもやっぱりこの世界平和って言ったら、やっぱり僕まだまだ小さいし、無理やろっていう大人の人もおるんですよね。いや、確かに頑張ってるのは分かるけど、それ世界平和っていうのはちょっと言い過ぎちゃうかと言われるんですよね。でもそんなできひんやって言われてるけど、できひんと思われてるからやりたいんですよね。だってそんな、例えばライブやってて、すでにドームでライブしてる人がドームでライブやりたいですとかなんか言わないじゃないですか。だからドームでライブできてないからやりたいんですよね。だから僕もできてないからやりたいんです。みんなからそうやって、いや無理無理、できひんできひんって言われて、そうやってやり遂げたらめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。だから僕はそうやって、みんなから何言われても絶対に僕はその夢を諦めへん。そうです。はい、すごい、ありがとうございます。すごい、素晴らしい。ありがとうございます。そんな、島田先生に選ばれました。一言、大丈夫です。大阪に僕の総合ブース小沢道場の支部道場、僕の支部道場ができるようになります。すごい、ありがとうございます。それと、はい、ありがとうございます。島田くん、頑張れ。よろしくお願いします。ありがとうございます。獅子丸のタレント改め子役タレントのお父さんになってしまった小沢慎太郎です。うち小さい時、獅子丸が小さい時からうちでは武術教室をやってまして、総合武術小沢道場、大阪でやってるんですけど、今現在大阪に8つの道場がありまして、で支部道場というよりは本部道場を大阪に作るので、そこの先生を獅子丸にやらそうと思います。武道は地位の真偽体と言いまして、真は道徳、まあこのね、私も倫理の方で道徳の方をいっぱい学ばさせていただいてるんですけど、で義は戦う技術で、体は整体とメンテナンス、いろんなね、体のメンテナンスをやるんですけど、子供には特にこの道徳の部分を、まあ今スポーツクラブ的に噂だけ教えてる道場が多いんですけど、それをやるとやっぱりね、逆にいじめっ子になってしまうんですね。だからやっぱり子供には特に道徳の部分を、精神の部分を重要に教えてるんですけど、まあ単純にトロフィーやメダルを取るスポーツではなく、その子供たちが社会に出た時に、将来社会が、企業が、国が、世界がどんな人材を求めているか、そういう人材育成の場としてこの武道の教室をやってます。まあこういう子供を多く輩出しようと思っております。でまあその中でこの倫理法人会で学ばせていただいていることも、うちの道場に大きい影響をいただいておりまして、まあね、今日来られたゲストの方もまあご縁ですので、ぜひとも倫理法人会に入信してください。